はい、そしてこちらが高山の朝市の様子ですね。野菜や果物なんかをね売ってますね。はい、こちら、国の重要文化財に指定されております荒川家住宅ですね。いや、こういう道困る。こちら五色ヶ原入山口ということで、なんかきっと有名な登山のスポットがあるんでしょうね。はい、ご覧ください。あちらやっぱ温泉地として有名だからか、すげえ旅館とかホテルの光見えますよ。はい、というわけで、本日の寝床ゴールいたしました。つゆくさやってまいりました。いやー、マジでこう雰囲気めっちゃいい温泉街ですね。宿の方に聞いたところ、ここを越えるらしいです。いや、紅葉きれい、マジで山登ったなと思ったらまだ本番じゃなかった阿保峠。ここは阿保平標高 1500m、 まだあんのかよ。川の源流みたいなところ、皆さんご覧ください。阿保峠、ここは標高 1780m です。これ峠の頂上じゃない？これあの先多分下りになってますよ。やったぜ！もう阿保峠から歩くこと 2、3分。いや、来ましたよ。うわ、マジか。はい、こんなにすぐ来るとは思わなかった。はい、こちら松本市、長野県ですよ。うーわ、もう関東は目の前。すげえ、これを越えてきたんだ。なんかちょっと硫黄臭いなと思ったら、これ湯気出てますよね。温泉なんですよ。すげえ、温泉が普通に流れてる。本日の寝床、道の駅風穴の里に到着いたしました。はい、こちら稲子ダムです。なんと松本市でこちら差し入れいただきました。イエーイ。はい、というわけでこちらが国宝松本城でございます。いや、こちら門も立派ですよね。本日の、目的地松本駅到着いたしました。この後はズッコケオフ会でございます。本日松本駅前ズッコケオフ会には4名の方お集まりいただきました。イエーイ。はい、というわけで本日のゴール寝床ですね、また到着いたしました。画面じゃ分かりづらいかと思うんですけれども、ここすげえ高い山が連なってますよ。山道に入ってから大体 2、3 時間でしょうか。全く車ともすれ違わずにずっとこんな道です。はい、来たぜ青木村。これ越えたら上田市です。第35カーブって書いてありますけど、このカーブさっきからカウントダウンになってるんですね。44とかそのくらいから始まって、いや、あと35もあんの。はい、というわけでこちら上田市に入りました。上田の市街地といいますか繁華街が見えてきました。
本日の、目的地上田駅到着でございます。この後は、スタッフさんと合流して、ホテル行きたいと思います。はい、というわけでスタッフさんのご好意にホテルおごっていただきました。今日こちらでフィニッシュでございます。ちょっと皆さんご覧ください。これ見えますかね、この道路標識。今回の旅で初めて東京の文字、この道まっすぐ行けば東京ですよ。はい、というわけでこちら、あの力士雷電の生家ということで、ここで生まれ育ったんですね。意外と中はすごいですよ、土俵までありますよ。すげえ、これくるみじゃないですか。くるみ落ちてますよ。ちょっといただいてみましょう。あ、普通に食えるくるみだ。はい、というわけでこちらが、長野県小諸市にございます懐古園という、庭園ですね。あ、これですか。小室哲也です。あ、石垣がすごいですね。はい、そしてこちらが小室城の大手門です。到着いたしました。本日の、ゴール軽井沢駅。いや、なんだかんだ疲れましたね。本日泊めていただけることになりました。ペンションでございます。